キングダムエデュケーションクリスチャンライフの担当の藤田恵子です。私は jcm の代表をしています。jcm は教会教育の分野で全国の教会に仕えています、えー。性教育をやったり、また教師訓練会キャンプ、そういういろんな奉仕もしています。また何かありましたらご連絡ください。えー、っとずっと、えー、教理のシリーズをしています。ほんまかな、えー。知りたい、ね。 とといいうことでやっていますが今日は24回目前回の続きになりますが「イエス様,とイエス様の死と復活の意味」ということでパート2やります。 イエス様の死と復活の意味ということで、えー、前回から学んできました前回は神様の計画イエス様の受難の必要性そして私たちの身代わりとなられたという3つのポイントでお話をしました今日はその続きです、えー、最初はイエス様は生贄となられたというところです生贄とは何でしょうか、あのー 今はですね、このカードゲームとかが流行ってたりするので、カードゲームで生贄って言ってね、一つ捨て札みたいなことをして、まあ何か力が強くなるとか、なんかそういうようなこともありますけど、でも、この生贄っていうのは、神様がスタートされたんですねで。神様が始められたことです。いつ始められたか。それはアダムとエバが罪を犯した時です。 あのアダムとエバが罪を犯した後、エデンの園から追い出されますが、その前に。彼らは何をしていただいたかというと、服を作ってもらったんですね。それは毛皮です。で、それまでは、エデンの園では動物は一匹も死んでいないんですね。でも、神様が。この動物を、まあ、羊か牛かわからないですけど、とにかく殺して。そして毛皮を剥いで、その毛皮でアダムとエバの。 恥を隠してくださったでまあ言うと本当だったらアダムとエバはまあ罪を犯したわけですからすぐ死ななきゃいけなかったかもしれないんですけど死、まあ、死ぬぬににははななりりまましたけどすぐということにはなりませんでしたでもそれは命がこの少し延ばされたその理由には獣がまあ生贄として動物が死んでそのことによってこの恥を覆われた。 罪を少しこの覆ってくださっただからそこで罪の許しがあったので結局まあそのことに関してすぐ死ぬということはなかったんですねところが罪をもう入ったアダムとエバはその後も罪を犯し続けますですからどれぐらいかに一遍生贄をやはり神様に捧げるんですねそしてそれは何で捧げるか私は罪を犯しましたその罪をこの 獣に対して乗せて、そしてその獣を殺して焼いて。その罪を許していただく。これが、まあ、生贄の基本ですよね。私が本来は受けなければいけないもの。を他の動物に。この移して、そのものが命を捨てる。ですから、生贄って言って、いつも命を取られる。っていうふうにも。まあ、あのイコールになりますよね。そんなふうにして。されるんですが。イエス様が。 私たたちの生贄となられたでユダヤ教っていうかねこのモーセが立法を与えた時にどのようないろんな儀式がありますその儀式の中では生贄を捧げる儀式がありますで罪を許してもらうためのいけにえっていうのがありますがその時は、まあ、手をですねそのの頭羊ですけど頭に手を置いて罪を告白してそしてその、えっと、羊がその罪を負って 殺されてそして捧げられるでね。いう風になっていくわけですね。でもこれは実は型なんですね。本物は何かって言うと、この動物の生贄っていうのは完全な生贄じゃない。なぜかと,いうと人間を救うためには人間が代わりにならなきゃいけないで、動物でっていうのは本当は完全な意味での生贄にはならないわけですね。ですから、これは型将来。 本当の生贄はあなたには必要とするんだその将来の本当の生贄っていうのはイエス様のことだっていうことですね。私たちを全ての罪から許す。本当の生贄はイエスキリストということです。そして、イエス様はえっと十字架にかかって死ぬわけですけど、まああの覚えてますか？バプテスマのヨハネがイエス様を見た時に何て言ったかって1番最初に見よ。よ 罪を取り除く神の子羊って言ったんですよねつまり生贄として殺される羊としてイエス様は来てくださったっていうことをバプテスマのヨハネは言ったわけですだからそういう意味でイエス様が生贄として来てくださったっていうことはとても大切なことですね、えー、聖書にもこう書いてますマルコ10章45節人の子が来たのも使えられるためではなく かえてかめるつかえるためでありまた多くの人のためのあがないの代価として自分の命を与えるためなのですとイエス様は自分の命を与えるために来てくださいました。ローマ3章25節神はキリストイエスをその血によるまた信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました」。それはご自身の義を 表すためですというのは今までに犯された、犯されてきた罪を神の忍耐を持って見逃して来られたからですとで、ここではなだめの備え物とね神様が罪を許していただくための備え物としてイエス様は来てくださったまた第一コリント5章7節の後半では私たちの過ぎ越しの子羊キリストがすでにほふられたからですと イエス様が十字架にかかった時は、この羊を過ぎ越しの生贄の羊を殺す日と同じ日でしたね。ですから、本当に過ぎ越しの生贄を捧げるのと同じように、イエス様が十字架にかかって死んでくださったんです。ヘブル書九章二十七節、二十八節には、こうあります。もしそうでなかったら、世の始めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。 しかしキリストはただ一度今の世の終わりにご自身をいけにえとして罪を取り除くために来られたのです。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにキリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられました。がって書いてますね。はいここままでにしますが イエス様ご自身が自分自身を捧げてくださったんだと書いてます。また第一ヨハネ二章二節「この方こそ私たちの罪のための私たちの罪だけではなく世界全体のためのなだめの備え物です。本当にイエス様はあの捧げ物、いけにえとして私たちの身代わりとして死んでくださる」ということですね。えー、っと マタイ27章46節にこういう言葉があります。3時頃イエスは大声でエリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味です。イエス様が十字架の上にかかられた時イエス様は生贄の羊として私たちの身代わりとして死ぬために来ました。 ですからイエス様は罪のない方ですが十字架の上にいるイエス様は罪人として十字架にかかってくださったんですねこのの叫叫びびは罪人の叫びなんですイエス様は自分のまあ天のお父様のことを神様のことを「父」と呼んでたんですねでもここでは「父よ」と言う「我が神我が神」と言ってました。またイエス様様と父なる神様はいつもあの 関係を持っていました祈って交わりを持っていました素晴らしい愛の交わりがあったんですねでもここではどうして私をお見捨てになったのですかと言われました罪人の一人として神様から裁きを受けるときは全く孤独で本当に苦しみを全部一人で受けるそういう形で生贄として死んでくださったんですね それは本当に素晴らしいことですイエス様は私たちのために生贄となってくださいましたまたイエス様は「贖い」が完了するというために十字架にかかってくださいましたまずこの「贖い」という言葉ですけれどもこれはクリスチャン用語ですどういう意味かってちょっと理解しにくい言葉ですですから少し説明をしますとつまり「 罪に対して代価を払う。代価っていうのはまあ罰金みたいなものですね。例えば日本でも。まあ,あの？車に運転してますと、駐車違反とかスピード違反とか。まあ、そういう風うにルールを犯した場合にはですね。罰金を納めなさい。でも、そのルールを犯すのがあまりにもひどい場合は交通事故でもけい。あの刑務所に入ったりもしますね。で、そんな風にしてこの代価を払わなきゃいけないそれが。 お金の場合もあるし、実際刑務所に入ってっていうような場合もあります。それと同じで、えっとイエス様が私たちのために代価を払ってください。私たちの罪のまい、あ、た払わなきゃいけない。その罰金をイエス様がご自分の命でもって支払ってくださったんですね。さあ、皆さん、皆さんの罰金はどれぐらいだと思いますか？ いや私は大して罪を犯してないからまあ100万ぐらいかななんて思うかもしれません。ね、いやある人はいや私はいっぱい罪を犯したから1億ぐらいになってるかなと思うかもしれません。ね、私たちちははそのお金ででで計算すすることとょっとできないですただ永遠の滅びに行く、ね、だから自分が何をしたかっていうことだとちょっと過小評価っていうか小さいなと思うんですけど。 でもその結果どこに行くかって永遠の滅びで火の池でずっと苦しむんだっていうここから助け出してもらうためにどれだけのお金が必要なんだろうと思ったらいやいやいやもうこれはすごいお金を払わなきゃこんな苦しみのところから助け出してもらえないでしょうと思うと思います。実際そののののの代価はは測ることがででできませんいくらすすかイイエエスス様様命命値値段段もう 数えることはでききまませせんんんねいいくらででですなんていうことができませんでもそれが贖いなんです私たちが実は罪を犯すようになって罪の奴隷となってしまったそして死につながれてそして最後は永遠の滅びに行ってしまうものになってしまったこの状態から私たちをあがなうということは罰金を払って私たちをそこから出してもらう救い出してくれるこれがあがないということなんですね。 だから私たちはこの罪の奴隷というところでもう閉じ込められてどうしようもないその状況からイエス様が命という代価を払ってくこれで藤田恵子は私のものですって言ってね取って下さったそして私を自由にして下さるそういう意味でイエス様の死というのはないいととうことなんですね。そしてイエス様が十字架にかかった時にですねあの言われた言葉があります。 完了したという言葉を言われるんですね。終わったまあ、テデレスタイっていう風に言われたっていうアメリすが完了した。もう終わった。それは贖いが終わったということですね、えー。イザヤ書53章の11節にこう書いてます。彼は自分の命の激しい痛みの跡を見て満足すると、イエス様は自分が十字架でどれほど苦しまれたか。その。 私は代価を払ったんだっていうその状況を見てイエス様満足しました贖いが終わったんだこれで全部支払いましたそれを満足しましたまたヨハネ19章の30節には罪,罪の贖いの終わりということでこう書いてますねイエスは水葡萄酒を受け取られると完了したと言われたそして頭を垂れて礼をお渡しになった そうなんですこの時に完了した終わった本当に終わったんですね。えー、もう一箇所「詩篇40編」の8節我が神私は御心を行うことを喜びとします」「あなたの教えは私の心の内にあります」とイエス様ご自身が私たちのための贖いとなるっていうことが神様の御心だって いうことが分かってて、それは私の喜びです。喜んでそのことをしますと言ってやってくださったんですね。えー、っともう一箇所聖書を読みたいと思います。ヘブル10章の5節から10節です。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。あなたは全焼の生贄と罪のための生贄とで。 満足されませんでしたそこで私は言いました。さあ私は来ました。聖書のある間に私について記されている通り神をあなたの御心を行うためにすなわち初めにあなたは生贄と捧げ物全唱の生贄と罪のための生贄すなわち立法に従って捧げられるいろいろのものを望まず またそれらで満足されませんでした。と言い、また、さあ私はあなたの御心を行うために来ました。と言われたのです。後者が建てられるために、前者が廃止されるのです。この御心に従って、イエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。まあ、ちょっとここはねあの難しい。 箇所のように思うかもしれませんが要するに生贄として今まで捧げてきたものがありました立法の規定に従ってやってましたでもそれは完全じゃなかった神様はそれで満足をされなかった本当に満足な生贄完全に罪を許すためには罪のないものが私たち罪人のために生贄として、えー、贖いのために自分自身を捧げる これが本当に満足される捧げ物だったんです。そして、それはイエス様以外にはなかったということです。そして、そのことをイエス様がしてくださったんですね。まあ、あの本当にイエス様は十字架のところでですね。苦しまれました。その苦しみがどれほどだったか、私たちは測ることができません。ただたった6時間で死なれたということが、その壮絶な。その苦しみ。 父なる神様から怒りが全部十字架の上に負わせられたどれほど恐ろしかったかどれほど苦しかったかそれをイエス様はしてくださいましたそしてそれが終わった完了したと言っていただいたことは本当に素晴らしいことですでは次にイエス様がそのように私たちを買い取ってくださった贖いとなってくださったことによって イエス様は私たちをイエス様のものにしてくださったんですね聖書を読みますヨハネ17章の2節と6節それは子があなた方からいただいたすべてのものに永遠の命を与えるためあなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになったからです私はあなたが世から取り出して私にくださった人々に あなたたの皆を明らかにしましま彼らはあなたのものであってあなたは彼らを私にくださいましたつまりイエス様を信じる人々は神様のものでしたけれどもイエス様が贖いとなって買ってくださったのでそれを全部「はいイエス様あなたのものだよ」と神様が与えてくださったというふうに言われてるんですね。えー、またヘブル12章2節には イエス様は神様の右の座におられます、ということを書いてます。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから身を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをも物ともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。イエス様は完成者なんです。救いの道を完成された方です。 そしてそその方から目を離ささなないでいなさいでと言われますそしてイエス様はそのあがないとなってくださったゆえに神様の右の座に今はついておられるということですね私たちは神様のものに神様のものでもありまたイエス様のものにされましたこれはでも素晴らしいことじゃないですか私たちが奴隷であったところから自由にされました もちろんそこで自由で誰も主人がいいいなくてもいいかももかしれませんでもそうじゃなくて私たちには私たちを愛してくださる主人がいてくれるその方に仕えることができるこれは本当に素晴らしいことなんです。私たちがもし何の目的もなく生きているならばそれはある意味で屍かもしれません。かつては奴隷という中で目的を持っても何もできなかった。それれが自由にされて 贖われて買い取られて今度は神様と共に生き神様のために生きることができるにされたんですこれも本当に素晴らしいことですね皆さんどうですかあなたはイエス様のために生きてますかイエス様のために生きるということ生きることができるということこれは本当に素晴らしいことなんです、えー、次にイエス様の死の範囲ということを考えて イエス様が私たちのためにあがなってくださった。生贄として死んでくださった。それは一体誰のためですかっていうことですね。まあ、ここで2つのクリスチャンの方々でも2つの考え方がありますで。1つの考え方は、これはイエス様を信じて救われる人々のためにイエス様は十字架にかかって死んでください。あがなってください。身代わりとなってください。そして、 えーと私たちのも私たちをそのあがなったゆえにまた神イエス様のものとしてくださったというふうに考える考え方ですね。聖書にこう書いてます。エペソ5章25節夫たちよキリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたようにあなた方も自分の妻を愛しなさい。ここで キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたようにと書いています教会っていうのはイエス様を信じる人,人々の集まりのことを教会と言いますですからこのこの箇所を取ってイエス様はクリスチャンのために死なれたんだというふうに言われる人もいますヨハネ10章15節それは父が私を知っておられ私が父を知っているのと同様です また私は羊ののために私の命を捨てますでここで「羊」というのは囲いの中に入っている羊ですねですからそういう意味では「救われる羊のために私は命を捨てます」ということで、まあ、この2箇所なんかを取って「イエス様が十字架にかかって死なれたのはクリスチャンのため救われる人々のためですよ」というふうにまあ言うわけですね。ままた別の方々はこう言います すべての人のためです。イエス様はすべての人のために死んでくださったんです。聖書の箇所でも、ここに、こういう方があります。第一ヨハネ二章二節。この方こそ、私たちの罪のための、私たちの罪だけではなく。全世界のための、なだめの備えものです。ね。これは、えっ、ー、と、私たち、また全世界のための、と書いてますから、世界中の方々。ね。 ヘブル2章9節ただ見つかいよりもしばらくの間低くされた方であるイエスのことは見ています」「イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりました」「その死は神の恵みによってすべての人のために味わわれたものです」これは神ののの恵みにによって全ての人のためにと書いてますね。また第一手もて2章6節 キリストはすべての人のあがないの代価としてご自身をお与えになりました。第一手もて4章10節私たちはそのために労使また苦心しているのです。それは全ての人々ことに信じる人々の救い主である生ける神に望みを置いているからですと。ここでも全ての人々と書いてます。さあどう考えればいいんでしょうか。 ある箇所にはまあ、あるクリスチャンのためにと書いてますでも別の箇所には全ての人々のためにと書いてますねでもよく考えてみればわかるんですが神様は未来のこともわかるんですつまり神様はこの世が終わる最後の時もことも分かりますつまり私たちがいつどこで誰がイエス様を信じるのか信じないのかも全部ご存知です全部ご存知なので ここのの人たちのたちめにとということも言えますよねそれはもう未来のことが分かってますから。でも私たちはそのことが分からないんです。この人が救われるのかこの人が救われないのか分かりません。ですからそうなった時に私たちはどう考えるか。ここで聖書では全ての人のためにイエス様が十字架にかかって死んでよみがえったんです。全ての人のためです。しかし実質的には救われた人が ああ、私のためにということができるんですよね。救われてない人たちは私のためにとは言わない。だから結果的にその人たちのという言い方もできるんじゃないかなというふうにも思います。そしてもう一つ言えることは、すべての人のためにということは、イエス様はすべての人のすべての罪の罰を十字架の上で受けてくださったんです。だから言い換えると、すべての人の罪の罰はもう終わってる。終わってます。 終わってますが何が何問題かただ一つ救われるための条件はイエス様が私の罪のために死んでくださったんだよということを信じるということですよねじゃあこのイエス様が私の罪のために死んでくださったっていうことを信じないって人はどういう人かっていうとイエス様と私何の関係がありますか私はイエス様に私のために死んでくれて頼んだ覚えはない。私は自分が罪を犯ししたとしても その罪の責任は自分で取りますよ。あなたになんて取ってもらいたくありませんって言って罪の裁きは終わってんのにでもそれを自分で受けますっていう人がイエス様を信じない人たちです。ですから私が信じている形としては全ての人のためにイエス様は死なれたんです。あがなわれた。いけにえとなられた。身代わりとなってくださりました。そして全ての罪の罰は終わったんです。ただ信じない人は それをまたイエス様から取り戻して、私は自分の分を受けますと言っていることになるというふうに思います。だから、最終的には誰のために死にましたかって言ったら、はい、イエス様を信じている人のために死んだと言っても間違いじゃないですねっていう形で、この両方の聖句が矛盾しないんじゃないかなと思います。イエス様は、あなたや私や世界に住んでいるすべての人のために。 十字架にかかって死なれました。そのことは事実です。オフイエス様、十字架の上で完了したって言ったやろそれ、何が完了したんやそれは、救いの道が完成したんや。えイエス様は、完了した。 っっって言ってて言んで完成したっていうのと違うんやけどうーんそうやなえっとじゃあちょっと分かりやすく説明すると例えばボスがおってなそのボスが「箸作れ!」って言ったとするやろうん。そしたらその箸を作った時に「箸ができました立派な箸ができました!」って言った時にボスのとこ行ってね 命令は完了しましまたって言うんやうんんやだけど自分としてはその人は何て言うかって言ったら「完成した」ね完成した」ってそして、えっと「橋ができた」って言うやろだから「完了した」っていうことと「完成した」っていうことはだたい似てんねん。ただちょっと違うのがニュアンスやな誰に対して言ってんのかなっていうのが。うーん ほんでじゃあ何が完了したんやだから何が完了したかっていうのはさっき言ったよ救いの道。救いの道っていうのはなイエス様が私たちの罪の罰を受けて十字架にかかって死んでよみがえってくれたから誰でもイエス様を信じたら罪が許されて天国に行ける永遠の命をもらうことができんねん。だから ただ信じるだけ簡単やろ信じるだけで天国行けんやでうん信じるだけ何もせんでええのそうや何もせんでええねんでせやけど献金するとか聖書読むとか教会行くとかせなあかんのちゃうんかいや それは違うねそれはイエス様を信じた人が「あイエス様ありがとう」って言って捧げたいなと思って献金したりそれからえっと聖書を見たいなと思って読んだりあ神イエス様礼拝したいなと思って教会行ったりするんや。せなあかんことちゃうねんでうーんそうなんや。だからさ例えば箸作ったな。 人がおって完成したって言ってんのにそこにくまくんがやってきてコン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 って釘打ったりここをちょっとペンキ塗ろうとかペンキ塗ってやったらやる必要あるかない。そやろもう完成してんねんからそんなんやったって意味ないわけ。もう箸はできてしまったから。それと同じで救いの道も完成してるんやからもうそれに何か付け出す必要ないわけ。もうただ。 イエス様がやってもう十字架にかかって死んでくださってもう人々の身代わりに死ん、ね、なってくれたもうそれだけでも全部終わったわけだからイエス様は完了したって言ったんやでうーんそうなんか分かったほんなら天国に行くためにはイエス様を信じるだけで他に 何も付け足したらあかんねんねなそう天国に行くためにはイエス様信じるだけそれだけでええねんで今日のクマくんはなかなかええこと言うなまあイエス様は完全やし神様やしあれやけどオフは全然完全ちゃうからいろんなとこ直す必要あるな。 まあそうやね確かにだんだん成長していかなあかんしなうん顔とか性格とかそれから容姿とか何でそんなこと言うまあせやけど毎日ちょっとずつ神様に変えられていくっていう意味ではそれは正しいこと言うてるかもしれんなおフかってちょっとずつ変えられなあかんねやろ つまりオフはまだ工事中や。せやなそういう意味ではな救いの道は完成したし救われてるけど天国に行くまで毎日工事中かもしれんな。ええー、かってるやん今日の熊くんはなかなかいいこと言うな鋭い、ね。そっか褒めたろ今日は えー、イエス様が生贄となってくださったまたあが、えー、いをしてくださったそしてもうその贖いは全部代価は支払われたっていうことそして、えっと、イエス様がその私たちに代価を支払ってくださったことによって私たちはイエス様のものになったということそして最後にはイエス様がこの死んでくださったのは すべての人のためであるということを学んでいきました。まあ、福音をね、ずっと今までも何度も何度も聞いていると思いますが。本当に一つ一つのこと、大切なことなんですね。私はこの今日は特にこの生贄となってくださった。っていうことを、本当に私のために。裂かれて死んでくださったイエス様っていうことを。もう一度再確認できました。そして。 その罪の裁きは全部終わったってね、この完了したっていうこの言葉本当に終わったんだなだからそこに何かを付け足すこといい子にならなきゃ天国行けないとか何々しなければ天国行けないじゃなくてそこに何か付け足すことは本当に愚かなんだなっていうことも準備しながら考えることができました皆さんはどうでしょうかイエス様があなたの罪のために死なれた 何度も何度も聞いているかもしれませんじゃあ一つ聞きますあなたの罪のためという罪はどんな罪がありますか自分の心の中を探ってみてください私はあの人にこんなひどいことを言ったこの人にこういう意地悪をしたまあ残念なことなんですけど私クリスチャンの子どもたちの中で何年生の時いじめてたとかっていう言葉を聞いたりします 「いじめられた」っていうこのことも聞くんですけど「いじめてた」っていうようなことを聞いたりもするんですね。それを聞いて「えー、イエス様信じてるのに人をいじめたりもするの?」と思いましたでも私たちにはまだ罪の性質が残っているので私たちはそれを人にやってしまうことがあるかもしれません。ままたそうやってて人をいいじめてないかもしれませんが 実は心の中で非常に人をさばいてあの人最低この人最低私あんなんじゃなくてよかったって言っていつも人を見下しているかもしれません私は素晴らしいあの人たちはだめそれとかもうあの人たちと関わりを持ちたくないって言って無視をするっていうこともあるかもしれませんはっきり言いますが無視しかとっていうのは殺人と同じですなぜかというと そこにその人がいなくてもいいよっていうことなんですそれらを全部神様ご存知なんですそのことに対して神様はどれぐらい怒ってると思いますか神様は本当に罪が大嫌い罪を憎んでおられるあなたがイエス様を信じていてもそのことをしていることをどれほど悲しく思ってるでしょうかなぜですか神様は未来のことが分かって 私たちがしたそういう醜い大きな罪も全部分かってその罪の罰をイエス様がすすでででに十字架の上で受けてくださったからですイエス様があなたのその罪のためにあの罪のためにこれほどまでに苦しんだのにあなたはまだその罪を平気でするんですかいいじゃないどうせ私天国行けるからでやるんですか 本当にイエス様が私のために死んでくださったそのことが本当によくわかるならば罪を犯した時に「やってしまった神様ごめんなさい」っていう気持ちにならないですかそして覚えてください「神様ごめんなさい」っていう気持ちになった時に「またやっちゃったまたやっちゃった」って「私はダメだダメだ」じゃなくってこんな弱い私のためにもうこの罪の罰もイエス様は受けてくださった感謝します。 感謝すするることができるんできんもし私たちがそのことを感謝することを忘れないならばイエス様が十字架にかかって私のための身代わりとなってくださいけにえとなってくださった全ての罪の罰を受けてくださった完了したと言ってくださったことがどれほど素晴らしいことか味わうことができるはずです。是非そのことを思い出して今日神様に感謝する祈りをしてください。 しませんか。<laughs> ではお祈りします。愛する天の神様、今日もイエス様の十字架について死について学ぶことができました。本当に感謝いたします。あなたは罪が大嫌いな方です。ですから私たちの罪を裁くためにイエス様は本当に苦しい目に遭わせました。その裁きは全部イエス様が受けてくださった。 どれほど苦しいもんだったでしょうかでもイエス様を受けてくださいましたそして私たちはイエス様を信じて罪が許され天国に行ける永遠の命をいただきました本当にありがとうございますでももう罪が許されたことを本当に嬉しいなと最初思ってたかもしれませんがそれがだんだん遠いことになってしまって 周りの目先のことだけにとらわれてイエス様のことを感謝することを忘れていませんかあなたのために生贄として生まれてくださり死んでくださったイエス様のこと本当に私の罪を許してくださってありがとうと感謝の気持ちを忘れないように助けてください日々そのことを思い出すことができるように導いてくださいそして何よりもそのことを通して もっとイエス様を愛する者へと変えてください私たちは天国に行くまで成長し続けますがキリストに似たものに変えられたいと願っていますそのためにはもっともっとあなたを知ることが必要ですどうか私たちにあなたを知ることができるように力を与えてくださいまたチャンスを与えてください聖書をもっと読みたくなるように もっと神様のことを聞きたくなるように私たちを作り変えてくださいそして心からの感謝をすることができるように導いてくださいイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン